日本共産党の仁比宗平でございます。あの、えー、まずは四人の参考人の皆さん本当に今日はありがとうございます。えー、お話を伺っていまして、えー、この合区が導入されたあの二千十五年平成二十七年のあの極めて乱暴な国会審議でした。あの我が党はあの当時合区、えー、は特定の県にのみ著しい不公平を をもたらす不合理な制度であるとお断固としてあの反対をいたしましてあの私も本会議場で反対討論を行いましたけれどもあの今日お話をいただいている以来の選挙での各県民の皆さんの憤、ねえー、りというべき声はあの私自身四県を含むあの西日本十七県を活動地域にして全国比例で えー、議席を託してていいいただいていますそれだけにあの、とてもよくわかるという思いがしているんですね、あのその上で、ちょっとあのこれまでの皆さんと観点が違うとは思うんですが、あの人口減少、高齢化の問題についてあの、地方で進む人口減少、高齢化と、東京一極集中と、あのこの現象っていうのは、 私は国の経済政策に起因するところが大きいと思います、特に地域別歳賃の格差、医療の格差、介護、保育、福祉分野の低賃金、あるいは農林業,業者の価格保障、所得保障の不十分さ、中小業者支援などのこの国の政策の抜本的な転換、それから あの知事、副知事の皆さんとお立ちはちょっと違うかもしれませんけど、もう消費税の減税廃止、こうしたものが私、求められると思うんですが、あのその点いかがかというのが一問と、それから二問目あの、こうした国の経済政策っていうのはあの、選挙制度と深く関わってると思います。えー、先ほどど来来投票率の低下っていうお話ももありますけれどもその本来多様な身に が反映されなければならないのに、それとは逆に、選挙区から1人しか選ばれないっていう、その小選挙区の弊害ですね、この合億になると、まあ、今の現状でいうと、複数、に2つの県のですね、県から1人しか選ばれないっていう、ちょっととんでもないことになるわけですが、あのそうした弊害を合億は一層深刻にしているし、お話があったように、地域、地方の声が届かないということになれば、さらに悪循環すると。 ということになっているのではないかと思うんですが、あのその2問についてあの、4人の参考人の皆さん、順に、えー、お答えいただければと思います平井参考人。人口減少問題や、えー、高齢化、少子化が進む、えー、これについては、えー、おそらくあの構造的な問題があると思います、まあ、それは、イ・ヒ議員とあの一つ共通できるかなと思いますのは、やはり住みにくさ、えー、子どもを産み育てやすい。 そういう社会観がやはり今得られてないいとで。そういう意味で、えー、少子高齢化対策というのは、えー、特に子育て政策など待ったなしのことがあるだろうとで実は若手の知事を中心にこのことはかねて訴えておりました、えー、そういうようなあの改革を行い、えー、そしてあと大都市に一極集中してしまいがちな、えー、こういう経済の、えー、状況これを是正をしていく。 ことなどを併合、えー、的にやっていくことでなん、えー、とか打開策は得られないかつまり社会源とそれから、えー、まああの自然源、えー、これを両方です、ね、解消していかなければならない、えー、そういう意味で、えー、そうしたいくつかの,あの構造的な改革ということを進めることで初めて、えー、一歩ずつ前進するんだろうと思います、まあ、正直自分もあの実は少子化対策一生懸命やってる県ですが、えー、効果あります ですから、ぜひ国会の皆様にもご理解いただきたいと思うんですが少子化対策など投資で投入したお金がそのままアウトプットにきれいに例えばこれだけ出生率が上がったっていうのは分かりにくいし構造その因果関係は見えにくいですね、ただ現,現,現時点では鳥取県では例えば中山間地の,あの保育料は全部無,無料にしました、でこういう,ようなことをやって現に上がったんですよね。 でやっぱり出生率は上がるわけですでそこのメカニズムはおそらく、えー、子育て世代の安心感、えー、というのを媒介にしていくんだと思いますでそういう意味での,あの構造改革が必要なんではないかと思います、えー、それからあと、合、えーまあ、空問題との関連で定数が1ということがどうかということでありますがこれはあの2つの世界観があると思います。 でアングロサクソン系の国々、えー、アメリカ、イギリスなどは伝統的に小選挙区を好みますでそのいいところはあの政,政権交代を引き起こしやすく、えーまあ、あの国民の価値観の転換を、えー、大きな政治のダイナミズにつなげうることですただ、えー、多様な民意を反映するという意味ではヨーロッパで発,発展した比例代表制があの有利性があります ですからこういうようなことを、接極的に日本の,あの選挙制度改革の中でも取り入れてきたのが現状なのではないかと思います。まあそうしたいろいろなですね選挙制度の特性を踏まえながら、えー、議論を深めていっていただきたいと思っております丸山参考人。あの人口減少問題につきましては、あの私はあの、ああの我々のわれわれ4県はの過疎圏でございますが、あの過密過疎の解消というのは、あの 人口減少,口減少過疎対策をするというのはあの、人口過密地域の過密度を緩和して、えこの人口過疎地域の人口を増やしていく、つまり過密過疎の両方問題をいっぺんに解消できるあの、非常にいい政策だと私は思っています、つまり東京はあのいいところですけれども、悪いところも大変ありまして、私もあの子育てしましたが、えー、まあ、公務員の住宅で、えー 子どもを持てるのは2人があの上限ですあの、個室を上げようと思えば、あのそういうあの住環境まで考えると、出生率を2割以上を目指すのは、もう物理的に不可能な状況ですから、やっぱかか過密を解消しなきゃいけないという意味でも、少子化対策なり、本当にあの若い世代にあのあのそれ、若い世代の年収で、まあ、子育てに挑んでもらうということを考えれば、過疎も解消しなきゃいけませんが、過密も解消しないと。 日本全体の出生を上がっていかないと思っておりまして、まあ、そういった意味で、えー、この仕事の分散の政策を取っていただくというのが、全国民にとってまあハッピーなのではないかと思っております、まあ、の経済政策というよりは、あのそういうその人口減少問題を解決しようと思えば過密も、過密の問題も解消していかないといけないという観点が必要なのではないかというふうに思っております。あのおまあ、によって この多様民意の範囲が一層困難になるのではないかということにつきましては、われわれのようなあの小さな県のそういう訴えというのが、より届かなくなっているということでございますので、そういったあの早きな解消をぜひともいろん、どんな形でも結構ですので、早急にお願いをしたい、しかも,も最高裁がこんな形で申し訳ありません、最高裁の判決を解釈しなきゃいけないような、こんなことでこの選挙制度が動いてしまうような、 こういう不安定な状況を解消しなきゃいけないということも課題だと思いますので、えー、本当にあの大変なあの大議論だと思いますけれども、そういった意味で安定かつ早期,早期的な解消をお願いしたいと思っております。時間が過ぎておりますので答弁を簡潔にお願いいたします。勝野参考人。ありがとうございます、えー。徳島県もあの人口減少で非常にあの。えー 苦労している県でございます学校も減っておりますし、えー、人手不足の問題というのも多々ございますまああのそういう中で地方創生ということで非常に、えー、取り組んでおりまして自殺率につきましては日本で一番少ない県でもございますそういう自然豊かな県であるからこその良さというのもありますのでますます、えー、地方創生の取り組みを進めていくことが重要というふうに考えておりますでもう一点の地方の声が届かないという点やはりこれはあの今後も人口の少ない 選挙区の合区が進めば、ますますそういった傾向が強くなるというふうに考えておりますので、やはりあの解消ということは重要だというふうに思っております。井上参考人 はい、あの高知県、あの全国で去年一番少ない出生数ということで、やっぱり少子高齢化、あ全国15年ぐらい先んじて進んできたという権限でありますので、まあ、そうした少子化対策につきましては、県としても十分力を入れていきたいと思っておりますし、えー、国の対策についても期待もしておるところでございます。えー、ご国より地方の声が届かなくなったのではないかということにつきましては、先ほど冒頭申し上げたとおりその通りだというふうに思っております。以上です。ありがとうございました。はい、終わります。